ダメです。口縄。今日は7月15日。ファミコンの日です。はい。はい、1983年、はい、7月15日に発売されたらしいです。はい、なるほど。そして、これが30年前に買ったファミコン。ファミコン。これがね、今日はつくか試していきたいと思います。はい。開けていきましょう。多分ね、買った時は白かったと思うんですけど、もうね、めっちゃ黄ばんでる。黄ばんでる。どうなってるこれ。行こうか。はい。どうでしょう。そしてこれが問題だな。この線がね、大きく曲がってるんですよね、これ。コンセントの方がね、よくあの根っこの部分よくグネグネして、そう、接触悪くてね。あ、ここ開けてみるか。うわ、懐かしい。ちょっと汚いね。でも掃除して多分、ああ、そっか、一回拭いてから多分閉まったと思うんだけど。で、ここ割れするとね。おーし、いいね。動きはする。ここはパチッと、パワー。リセット。あ、そうか、1P と 2P のあれ違うんだ。1P にスタートセレクトあるんだ。で、2P にこの、2P の方は声がね、これついてるんだね。声であったっけ？あ、音が出るんだっけ？そう。なんか意味あったっけ？いいや。次。コンセントこれいくか。これ、これね。これ、これやばい。そう、これがやばい。調べた。ここはおそらく接触悪いとこだね。これがまだですね。うん。ここが悪いのか。やばい、怖い。あ、次。これね。これがテレビと、こちら、これ、ね、これ繋ぐやつね。あ、後ろ、そうか、これ後ろ裏があれか。あ、それとここがね。うん。うん、ちなみにこれ、これ何？テレビ、ゲーム。あー、そんなのあったね。1P、2P とかあってる。なんか 2P の方になってるけど。よくわかんない。1P の方にしとこう。なんかこれ、ちゃんとハマってないよ。こう。まあいいや。さあ、とりあえずじゃあ、つっかやってみるか。やってみましょう。で、前に持ってるカセットを紹介してから、はい。やりたいと思います。はい。マジ懐かしい。マジ、テレビ懐かしい。これ。うんと、はい、ここだ。マジだよ。マジだよね。あんまやってきてないけど、食べるとこうなる。あー、食べるとこ面白かった。うん。面白かったね。うん。なんか食べてきたけど、そんなゲームあったっけ？おちょんさん？うん。あとです。カウボーイはね、戦略ゲームやってるの覚えてるな。うん。会議と面白かったな。ピューピュー、うん。いいチャレンジだった。これはまだ、結構ドロップしたいじゃん。ほら。次。次だね。次。これ、これ何？これ。なんか、メガネのキーパー？ちょっとムキムキだし。わかんない、これね。ほら、カーディーやる。次だからやばい。あー、待って、ドロップやるよかったから。あー、結構あった。結構やる。結構やる。結構やる。これ面白いじゃん。これ面白いじゃん。そうなんだ。そしてここに欲しいですね。はい。今でも結構人気あるね。そうだね。うん。さっさと出せるよ。あ、でも、シーンやっちゃうんだ。出せろ。うん。で、ここに。これ呼ばれた。これ呼ばれた。これ呼ばれた。あったね。もないのか。はい、どうぞ。うん。そっちは時計ないかな。で、次に、熱血。サッカーリーグとかじゃない？うん。いや、あ、まあまあまあ、そっか。あ、そうしたら同じ。ほんとだ。だったらダウンタウンも刺される。うん。いるわ。あ、こうか。うん。っていう場合ですね。はい。好きだったら確か。だから、どうしたら面白いね。うん。はい。あ、ないのか。それではつくかどうか。はい、ダメです。やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速繋いでいきましょう。コンセントからいきます。そうはい、入った。はい、入った。繋ぎます。はい、これそこの上に乗せるか。はい。波の上に乗せて、じゃあ、はい、ここにセットします。セット。プスリ。まあまあ、この辺で。まあでもこの辺につける。あ、でも刺します。この音。あ、一応刺さった。はい。ビデオかな。え、まあビデオでやってみるけど、決定。ちょっとここいじってみよう。そう、これでいじってブツ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 ってなったらそこが正解なんですよ。これかな。 D ターン C。 そうかもしれないですね。全然わかんないぞ。さあ結果、はい、つかないという。まあ、また機会があったら
挑戦したいと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございました。